こんにちは、よそやマスターです、えー、今週はですね、第47回高松の宮記念についてお話をしたいと思います。えー、高松の宮記念ですが、えー、ちょっとですね、ビッグアーサー、去年の発車ですね、それがですね、戦線離脱したということで、えー、混戦模様となっています。で、18頭揃っておりますし、えー、馬券的にはですね、ちょっと面白い、えー、一戦になる可能性が高いのかなという風うに思っております、えー。2着にですね、逃げたミッキーアイルが残っていると。 で4着この内,内側のインにいましたね、えー、3着がソルベーグですねソルベーグはですね直線の振りがあったのでそういう意味たは直線,直線ちょっと前が塞がったのでスムーズならばといった内容だったのでこれはですねもうちょっと高い評価を与えていいのかなと思いますであとですねシュージも先行しての 4着ですねでこの前残りの展開をまとめて差し切った次ですね、えー、オーシャンステークスですねでこれメラグラーナが楽勝したレースなんですがメラグラーナがですねまああのここですね 集団ににっって楽に差し切あとまあえー、それこのレースは2番がですね E の3番手に対2番のナックビーナスが2着とかあるんですが、まあ、このレースに限って言うとですね、えー、各レースを振り返ったので展開をお見せしながら解説をしますと一応東証ピスト逃がしてるんですが、まあ、前回無理やり行ったので,でこれがですね、えー、逃げない競馬も可能なのでそうするとですね、まあ、もしかすると押し出される形でソルベーグなんですがソルベーグも前回 毎回逃げて失敗しているのでどうも控えそうあとワンスインナムーンとかですねあとうちのラインスピリットも最近逃げる競馬してないですしね星雲構成も行きたいまではないのでまあ、あの前に行くんですがどうしても行きたいというタイプではないのでどうもですね